写真拡大。西武は3日、中日を退団した松坂大輔投手との契約合意を発表した。ポスティングシステムで大リーグレッドソックスに移籍した6年以来、14年ぶりの古巣復帰となった松坂の入団を受け、辻初彦監督と松井稼頭央2軍監督がコメントを発表した。両者のコメントは以下の通り。辻監督、彼にとってはプロ野球生活をスタートしたチームですし、集大成だと思って頑張ってくれるだろうと思っています。後輩の手本になってほしいというつもりはなく、自分のことを一生懸命頑張ってくれる姿が、結果として後輩たちの手本となり、そしてチームの勝利に貢献してくれれば、と期待しています。松井二軍監督、大輔の復帰を聞いて、率直に嬉しく思います。そして、この日をライオンズファンの皆さんも、大輔本人も楽しみにしていたのではないでしょうか。1999年、本当にとんでもないルーキーが入ってきた、と感じたことを思い起こします。球の速さだけでなく、すごいものを持っていました。衝撃を受けましたね。大輔にはまず、おめでとうと言いたい。僕は二軍監督なので立場は違いますが、また同じライオンズのユニフォームでやれることを楽しみにしています。西武は今季リーグ連覇を果たしたが、 CS ファイナル S では2年連続でソフトバンクに完敗。チーム防御率 4.35 はリーグ最下位と課題は明確で、経験豊富な松坂の加入で投手力の底上げを目指す。松坂はこの日、西武を通じて、この度、14年ぶりに埼玉西武ライオンズに復帰することになり、大変嬉しく思います。プロ野球選手としてのスタートであり、育ててもらった所沢、そしてライオンズファンの皆さんの前で、再び野球ができることをとても楽しみにしています。リーグ3連覇、日本一を目指すチームの力になれるよう努力していきたいと思いますとコメントしました。